すごい見てほらこれ。日本酒を飲むことにします。やばいやばい、うわうわ。午前中はヨガウェアで撮って、あと、なんかおまわりさんめっちゃ見てきてございます。開催がありまして、素敵な場所に来させていただいて、ありがとうございます。こちらのために挟んでお召し上がりください。あ、はい、わー、おいしそう。じゃあちょっとこれ開けてみますね。ヤンニョムセウ、すごい見てほらこれ、手がめっちゃ汚れるね。これ殻むいてそのまま生で食べるんだって。これで手拭いて。エビは脊椎動物と無脊椎動物どちらでしょうか。無脊椎。正解は無脊椎でした。すごいねこれ本当に。はい、じゃあ食べます。ご飯かビールいる。もしくは日本酒。日本酒もあるんだうち。これさ、うん、汁もったいないね。うん。うん。おいしい。うん。つながってるの出て。ちょっとあまりにもエビが美味しいので日本酒を飲むことにしました。純米大吟醸。これ本当に日本酒に合います。これさ、タレを何に使う？いや、なんか肉をさ、ひき肉。あ、確かに。あ、しゃぶしゃぶの肉。違う、これ鍋だ。うん、確かに。キムチチゲ的な鍋。でも雑炊も優しいじゃない。ポテトチーズに入れて、ネギ、チーズ、うん、と白菜、ネギ、ご飯入れて、チーズ、ご飯。手が汚れるこれ、ほんと。わかる、剥いてあってほしいよね。うん。Thank you.
梅酒の梅の実切っていきます。皮と種に分けます。じゃあ沸騰したらもう5分間ぐらいね、このまま煮ます。アルコールを飛ばしていくのと、あとは梅の実がね柔らかくなります。やばいやばい、ふわふわ、やばい。今日は葉山に来ていて撮影会をしております。海の風がねめっちゃ気持ちいいんですよ。午前中はヨガウェアで撮って、後で着替えてまた別のワンピースとか、あとエプロンとかもして撮ろうと思ってます。こんな感じで木陰で撮ったり、海に移動します。あ撮ってます。いいねいいね。ここ映えスポットじゃない？みんなでね、ここで写真を撮りますよ。あー、待ってる。ポリン撮影タイム。ミポリン。もうあと2センチぐらい踏み込みましょう。ミポリン、頑張れ。上半身はいかないようにして、後ろの手よりも前の手。今から多分向いてきて、また戻ってくるのが大変だから。ミポリンのリバース。次はですね、今度は芝生の上で撮っております。素敵。後ろでね、待ってる人たちもね、みんな楽しそう。今度はね、ペアで撮るそうです。あ、いい。みんながね、こうやって集まってるでしょ。なんで集まってるのかな。いいなぁ。私も子供が小さい時こんな写真撮ってもらえばよかったなぁ。いやぁ、めっちゃかわいい。こっちこっちこっち。こっちだよ。こっちだよ。こっちだよ。あ、すごい。めっちゃかわいい。すごい、この場所めちゃめちゃ素敵。いいね。ねぇ、あそこに座るの意外と怖いらしい。お昼食べ終わって、これから午後の撮影だから着替えます。あ、ごめん、あ、大丈夫です。着替えます、着替えます。いやいや、着替えてるとこは撮らない。
カフェが終わったので今度は海に戻ってまた撮影します。海がめちゃめちゃ綺麗。健康だわ。おまわりさんめっちゃ見てきた。食べました。恥ずかしい。 YouTuber です。見せた方がいい。これから帰ります。めっちゃ綺麗。はい、じゃあ乾杯。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。うまい。すがすがしい気持ちに本当に祈ってて。